オタホの秘密基地。さあ、レビューを始めようか。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ！仮面ライダービルド、フルボトルシリーズ、デラックス、ニンニンコミックフルボトルセットだ！これと同じ発売日に他にも2つ発売されました。順次レビューしているので、僕の YouTube のチャンネルから合わせてみてください。それでは早速レビュー行きましょう。まずはパッケージ。全体はこのようになっています。ニンニンコミック。この組み合わせすごい。こっちの黄色い方がコミックフルボトル。紫の方が忍者フルボトル。この2つのフルボトルを使ってニンニンコミックにベストマッチ。じゃーん。これがニンニンコミックフォーム。これ面白いんですよね。こっち側の紫の方が手裏剣、ニンニン。それから、この部分、これよーく見るとペンなんですよね。で、ここがコミックのページ。いやーよく考えられてる。パッケージの背面、遊び方が書いてあります。1、別売りのデラックスビルドドライバーでニンニンコミックフォームに変身。2、必殺技。それから、劇中同様、振ったりとか、キャップを回すことができます。これがニンニンコミックフォームの、まあ、前身ですね。ああ、ここ忍者みたいに、こういう風に手をやってますね。かっこいい。さあ、開けるぞ！開けろ！開けろ！いやーこれ音声楽しみですね。せーの。じゃん！中身を取り出しました。早速順番に見ていこう。まずは、これが忍者フルボトル。ボトルのカラーはクリアーパープル。とっても綺麗です。ボトルの絵柄はこのようになっていて、これは手裏剣のマークですね。それからキャップのラベルは忍者の N、コミックの C、横、後ろ。それからここに QR コードのステッカーがあります。こんな感じ。このように。振ることができます。あとはキャップ。忍者フルボトルはこんな感じ。さあ次。これがコミックフルボトル。ちょっとこのボトルの柄もじっくり見ていきましょう。ここ、あのセリフの吹き出しだと思うんだけど、こういうのがあったりとか、漫画のマス。これもセリフの枠があって面白いですね。これよーく見るとね、びっくりマークとハテナマーク。うん！みたいになっています。これ面白い。ボトルの色は鮮やかなクリアーイエロー。横。こんな感じ。それからステッカー。忍者フルボトル同様の N、C。これも振ることができます。キャップ。こんな感じ。じゃん！一緒に持ちました。これさっきも言ったんだけど、忍者とコミックっていうこの組み合わせが本当に面白い。で、色味も綺麗ですよね。じゃん！過去に発売されたデラックスのフルボトル、全部一緒に並べるとこんな感じ。前回発売されたホークガトリング。デラックスビルドドライバーに付属しているラビットタンク。今回のニンニンコミック。劇中によく登場するゴリラモンド。ここまでがベストマッチで、ハリネズミ、そして掃除機。こうしてパッと見た時の色味がとっても綺麗ですね。さあ、それでは、別売りのデラックスビルドドライバーを使って変身と必殺技。いきます。なるほど。ご覧ください。忍びのエンターテイナー、ニンニンコミック。イエーイ。
ビルドドライバーに取り付けるとこんな感じ。おー。さあ次は必殺技。この LED の発光が綺麗でしたね。さあ次は他のフルボトルと組み合わせたいな。まずは忍者とダイヤモンドにしよう。これはなんていう名前なんだろうな。ニンニンモンドみたいな感じ。発光も紫と水色で綺麗でしたね。必殺技。さあ次、コミックとラビットとか面白そうですよね。いきます。ラビットコミック。こんな風にベストマッチじゃないんだけど、いろいろと組み合わせて遊べるのがいいです。遊び方はこんな感じ。というわけで今回の仮面ライダービルドフルボトルシリーズデラックスニンニンコミックフルボトルセットのレビューいかがだったでしょうか。いやー、もうとにもかくにもまず忍者とコミックっていうこの組み合わせがとにかく面白いですよね。変身した時に忍びのエンターテイナーニンニンコミックって言っていたんですけども、劇中でどんな風に活躍するんでしょうかね。今からすごい楽しみです。でこの武器、同時発売されたデラックス4コマ忍法刀。これもめっちゃ楽しみ。今年の仮面ライダービルドは、この組み合わせがとにかく面白い。今回の動画、面白かったな、楽しかった。オタファの仮面ライダービルドのレビューがもっと見たいなという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。オタファ、音声良かったね、とか。あ、劇中での活躍が楽しみだね、とか。あ、武器。これすごい面白そうだねとか、他にもどんなコツでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。次のレビューも合わせてみてね。またねI'm so on the key